おはようございます。炎蔵です。1月18日、朝会よろしくお願いします。まずは自己紹介させてください。私、炎蔵と申します。25年ぐらい、えー、外資系金融機関で、カオセディーラーやってました。まあ、その後、個人投資家やってます。その合間に、このように YouTube 等で情報を配信していますので、この動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 昨日の動きなんですが、世界的に国債利回りが上昇ということで、まあ、決定的になったのはアメリカの小売売上高が強かったというところなんですが、まあ、英国の CPI なんかも上昇ということで、えー、そこら辺がアメリカ、えー、世界的に国債利回りの上昇を促したという流れになりましたね。まずは中国の 4, の G 4. 9の GDP4.9 から5.2、中国政府が、えー、まあ、 目的としている5%は超えたんですが予想の5.3からは下回ったというところですね。昨日いろいろもろもろ中国指標が発表されたんですが、まあ、ちょっと昨日話題になったのは中国,株中国の日本株の ETF がすごく人気があって、まあ、それが一時加熱して、えーえー、と取引停止になったみたいなそれで日本株落ちたんじゃないかみたいなそんなことも出ていましたね。 はいえー、あとはあのー、英国の12月の CPI、前月比マイナス0.2から0.4%、予想0.2%、前年比では3.9から4%、予想が3.8%でしたというところで、CPI、世界的に物価が落ちる中で、ちょっとお英国なんかがこう、 下げしぶってるなというところでタバコ税の引き上げなんかがインフレ加速の理由材料になったのではないかというような見方がありますよねただそれ,それ以外にも医療品とか航空運賃娯楽サービスなんかより広範なえっ、ー、と範囲で物価の上昇が見られたというところになっています この数字を受けて、えー、ここですよね、ポンド 1G1.26 ぐらいまで下落してたんですが、まあ、ここ、デイリーのサポートでしたよね、ピボットの。まあ、その後、上昇して、まあ、1.27台、ちょっと。 付近まで行った後と、1.26台後半で推移,してた推移しましたという感じですね。まあ、ポンド円も、まあ、ドル円の上昇がありましたからね、186円台、東京時間あったのが、一時188円ぐらいまで上昇という流れになりました。まあ、ここは、えーあのー、CPI、ここはドル円ということで、えーまあ、それぞれ2段階で上がったという動きになりました。 あと今、ダボス会議でいろいろな人がいろいろなことをこう言ってるわけなんですが、ラガルトう e c b 総裁、インフレに関してはまだ勝利してないというようなことを、あとは ECB でクノットオランダ中議院総裁が、ECB が利上げをする可能性はもはや低い。 ただ市場が金融緩和を織り込んでいることについては先走っているという見方を表明したというところで、まあ、そこら辺も牽制発言になったのかなというところで、うん、ドイツの17歳の利回りも2.22%、まあ、ぐらいからえー、っとそうですねえー、っと 2.22%ぐらいからじわーり上昇して、えー、2.28%ぐらいまで上昇していったというところで堅調、まあ、な、あのー、動きでしたよね。はいまあ、ユーロドルの動きは、まあ、ちょっとレンジの中の動きだったというところですよね。えー、とあとは 注目された12月の小売,売上げ高というところで、えー、前月比0.3から0.6%、予想は0.4、前年比3.97から5.59、まあ、5.6%になったというところなんですが、これを見ますと、こちらですね、ちょっと小さいですかね。うん こちらですね、0.6前月比、前年比で5.6%というところですね。えっとまあ、小ア小売,売上高も0.2から0.4、予想0.2、前年比で見ると2.2%、予想2.1というところだったんですが、えっと、コントロールグループっていう、なんていうのかな、カテゴリーがあるんですね、あの小売売上高の中には。まあ、これは。 除く自動車ガソリン建材外食っていうことでこれも0.5から0.8%に上昇したということで、まあ、なぜこういう組み合わせなのかなというのはちょっと面白いんですが結構、えっと、ここの部分が、えー、GDP の個人消費の動向を表すというところで。 えー、GDP が、あのーあのー、これで少し GDP 予想が上向きになったっていうところもありますよね。えっ、ー、と、これを受けて、えっ、ーえー、と、まあ、各社のエコノミストの GDP 予想が少し上向きになったというような。 感じになってます、まあ、内訳で見るとオンラインの売上高が前月比で1.5%増加ということで全体の伸びを主導自動車部品なんかも1.1%ということでうんー、まあ、どうですかね、まあ、予想外にというかここのところ個人消費が少し落ち込むんじゃないかという逆風の動きはありましたよね。あの学生ローンの返済が再開したであるとか えっとまあ、金利が非常に高いとかクレジットカードの延滞なんかも増えているんですが、まあ、それを打ち消すように小売売上高が上昇したということでやっぱりこれはん賃金が上がってるというかあの雇用統計というかあの人々がしっかりまあ雇用につけているあの仕事につけているということで。 あの一時より求人数とかが減ってきてはいるんですがまだまだ、うん、アメリカの雇用っていうのは好調なんで、まあ、そこら辺の効果がえ小売上高をサポートしているんじゃないかと、まあ、そんな見方にもなっていますね。まあ、これを見るとやっぱりちょっとここのところ長期金利がアメリカ上昇してきていますので、えー、とやっぱりなかなか、えー あのー利,まあ、利下げにすぐ向かうという流れでもないかなというところで、昨日のフェードウォッチなんかを見ると、3月の利下げ確率が55.7%に低下している、まあ、50%とか40%とかになると、もうこれ半々なんで、ほぼほぼ3月はみんなその予想がこう落ちてきたというか、 フェドウォッチかなりここを3月に下策するんじゃないかっていう前のめりだった部分ってありましたよね。ただだいぶそれがちょっとさすがに3月は無理かなっていうふうになってきていますよね。はい。まあそこら辺がもありました。あとはベージュブック、畜錬金報告では経済活動は大半の地区でほぼ横ばいになったと。 でまあ、こちらの交流売上高が強かったことを受けてアメリカの2年祭4.22から4.3610年祭が4.06から4.10530年祭も4.3から4.31ということであとは昨日行われた20年祭の入札がちょっと若干不調だったかなと、まあ、そんなこともありました。 アメリカの10年債の利回り見てみますと、こんな感じですね、でえー、この時間、22時30分に、まあ、4.05とか0.6だったのが、えー、強い交流を受けて、1時4.11、4.12ぐらいまでいって、あとは3時、まあ、ここ、ここちょっと上がったところですよね、上がったあと下がってちょっと上がったところも、ここが入札、若干不調だったということで、4.1%ぐらいで、えー、終わったと。 いう動きになりましたで、えー、あとは、えー、株価の動きですねやっぱりあのアメリカ長期金利が上昇しましたのでそれを受けて、えー、っと株式市場はさえない展開になったというところですね。うんとダウがあ94ドル一安。まあ一時 プラマイゼロぐらいまで行ったんですけどやっぱり落ちちゃいましたというところですねナスダックも 0.59%SP500 も0.56%の下落になりましたということでこうやってみるとやっぱりちょっと値上がりがなくて、えー、全般的にすごく落ちてるというところですよねうんやっぱり金利が上がるっていうところで、えー、ここら辺のテック系の株が 軒、えー、並み落ちてきているということで、えー、アマゾン、エンビディア、アルベットとか、まあ、そこら辺も全部ダメ全滅ということですね。あと、テスラなんかも、えー、と値引きですよね、欧州ドイツでモデルワイの価格を引き下げたということで、まあ、このニュースを受けて、えー、テスラ株も下落というようなところになりましたね。あとはそうですね。 えー、モルスタもー下落したということでモルスタも1.8%下落第4四半期の決算を受けてアナリシストが投資判断や目標株価の引き下げがになったというところですねえー、っと即死数も下落あとビックスが上がりましたよねえー、っとビックスちょっと見てみましょうかうん はいえーとまあ、引きにかけては14.79だったんですが、一時15%を上回る水準ということで、これ、昨日もお話ししたかと思うんですが、株価が下落するとき、ボラティリティが、オプションのボラティリティが上がる傾向にあるんですよねで、ここのところ、株価が上がってるときって、ずっと12%ぐらいで落ち着いてたんですが、えー、昨日14%。 一昨日14%付近で、昨日は一時15%ということで、やっぱりちょっとここのところの株価の下落を受けて、うん、じわっというふうに上昇してきていますよね。まあ SP500 もこんな感じで、えー、まあ4800ポイントから。 4720ポイントぐらいまで落ちていますし、まあ、その割には日経平均が昨日まあ落ちましたけどねこの36200円ぐらいまでいったと急に10時ぐらいから急落してえっと落ちたんですが引けにかけてはちょっと上がったという流れになりました。まあこここののところでね中国 etf 日本株 を扱ってる ETF の売買停止みたいなニュースも流れててちょっと時間差で落ちて、まあ、それが原因だったのかどうかっていうのは分かんないんですけど、うん、あとはフィーアグリードインデックス、えー、ちょっとこれは58まで落ちましたよね前日が70だったんでやっぱりちょっとだいぶこう落ち着いてきたかなというところになりました日経新聞を見るとまあニセコで人手不足ということでバイトが 時給が東京越えなんですねねこれね、まあ、日成功すごくいろいろ物価も高いというところみたいですよね。うん時給1524円だそうです。東京都も1434円だそうですね。うんはいえー、そこら辺で、えー、すかね。あと、ブルームバーグの今朝の5本というところで。 うん米国で中小企業で12月支給されたボーナス額が前年比で21%減少したというところですね。うんまあ、ここら辺はちょっと雇用統計、あご,ごめんなさい、小売売上高とはその違った、あのー、ちょっと数字ですよね。うーん でまあ、小売売上げ売上高、堅調でしたよという話で債券、えー、市場でトレーダーが中央銀行の警告に注意を向け今年の急激な利下げを見込むポジションを縮小し始めた、まあ、ここら辺がアメリカの長期金利のお上昇、まあ、き、あのー、昨日は世界的に長期金利が上昇したってお話をさせていただいてるんですが、まあ、そのえー 年末にやっぱり非常に向けて長期金利が低下して、まあ、そドル円がその時点で140円付近まで下落したわけなんですがちょっとここのところやっぱり長期金利が上昇ちょっと、あのー、利下げがすぐうー間近だっていうちょっと行き過ぎた部分の返しが出てるっていうところですよね。ドイツも やっぱり同じように2%割れまでいって今2.28%まで上昇してきていると。で、英国も4.7%ぐらいから3.4まで低下して4%近くまで、あ昨日は CPI 強かったですから、それも受けて上昇してきている。このようにやっぱり世界的に昨年末の金利の低下の ま、逆が出てるというところで、えー、やはり皆、ちょっと利下げを各国中央銀行の利下げをちょっと前のめりで、えー、織り込みすぎたんではないかと、まあ、そんな話ですよね、えー、アップルのスマートウォッチ販売停止になっているということで、まあ、これ、特許の問題医療機器メーカーとー抱えているようですよね。うん あと水ファイ、ミズフィナンシャルグループが資産運用残高を2倍超の1兆ドルに増やす方針という、まあ、そこら辺の話になっています。で、えー、そうですね、ドル円、一時148円銭52銭ぐらいまで上昇しましたよね。まあ、昨日もアジア時間から8割、で、欧州時間で147円 後半まで行って、まあ、148円が重かったんですよね、それまではね。でも、えー、っと、その、うーん、まあ、氷売上高が強かったことを受けて、その後148円を超えたということで、一旦8円の50付近からは、こう、下落しているというところで、今日のところ、どうですかね。ピポットを見ると148 7円の90付近上が148円の76というところなんですがまあ上昇トレンド顕著ではあるんですがどうでしょうまた150円に近づいてきていますのでそういう意味ではかなりもうな,もうないだろうなと思われてた介入警戒感っていうのがちょっと今回は昨年末付近はこう上昇するにしても 非常に毎日のこのボラティリティが低かったですよね一日の値動きが1円ないぐらいでじわじわただここのところちょっとボラティリティが高いというか年初からの毎日のドル円の上昇ってあのボラティリティ高くなってますのでまあ ボラティリティが重要ですよと確か、えー、当局者は以前言ってたような気がするんでボラティリティが高まって150円に近づいてきてるということでここまでねそもう介入っていうのはもはるか昔の話だったっていうところだったと思うんですが、まあ、今すぐね出てくるとかじゃないんですけど、まあ、そろそろまたその当局の動きっていうのを少し注意する必要も出てくるかなというレベルに来たかなというふうには思います。 はい、えー、ということで、えー、こんな感じで、えー、毎日朝会と称して、えー、情報を配信してますので、この動画が良ければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、昨日もお話ししたんですが、土曜日の14時から、えー、こちらウェブオンラインなんですけど、サマード貿易さんの方で、えー セミナーやらさせていただきます今年の大きな流れとドル円株式の展望をお話ししたいと思いますどなたでも参加できますのでもしご興味あれば概要欄に貼っておきますので覗いてみてくださいということで今日は終わります